どこの世界にもおかしな人間はいる。あれ？君、もしかして JK モデルの鈴鹿ちゃんじゃない？こんなところで会えるなんてラッキー！マジで可愛いね！ねえ、ちょっとでいいからさ、俺ちと遊ぼうよ。困ります。例えば、電車の中でバカ騒ぎする女子高生。つーか、拒否権とかねえから、君は黙ってついてくればいいんだ。おとなしくついてこないとどうなるか。例えば、相手が弱いと見るや恫喝するチャラ男。おい、はぁ、誰君？リョウマさん。俺は深森龍馬はそういうのが大嫌いだ。お取り込み中なのがわからない？邪魔だからどっか行ってくんね。嫌がってんだろ、てめえがどっか行けよ。え、なに、急にキモいんだけど。鏡見てから物言えよ。なんだと？あんたやりすぎ。結局あの後、怒ったチャラ男が殴りかかってきたので反撃したところ、通っている学校から1週間の停学処分を言い渡された。はあ、どうしてあんたはいつもいつも問題ばっかり起こすのかしら。ごめん、でも困ってる人を見捨てるなんてできなくて。あんたが言ってることは正しいけど、正しいことばかりじゃ世の中生きていけないの。時にはどんなに許せないことでも我慢しなくちゃ。少なくても手を出すのは良くない。でも俺は間違ったことをしたつもりはないし、後悔もしてない。本当に、何言っても聞きゃしないんだから。それじゃもうお母さん寝るから。宿題でもするか。定額のため学校から出された大量の宿題と格闘すること1時間。誰か来たようだ。はい、どちら様で。こんにちは、龍馬さん。どちらさん。私は回しろ鈴鹿と言います。先日は助けていただきありがとうございました。話を聞けば、彼女は電車で俺が助けた女の子だった。私のせいで停学になったと聞いて、先日のお礼と謝罪に。いや、停学になったのは自業自得だから気にすんな。それより、どうして俺の家が分かったんだ。それは私が教えたから。そう言って現れたのは、かつての俺の言い名付けであった回しろ厚みだった、ね、俺と厚みはお互いの両親が決めた婚約者だったが、意外にも気があってそれなりの期間付き合っていた。しかし、ある時俺が問題を起こしたことがきっかけで婚約は解消となり、父親からも感動され、現在はマンションで一人暮らしをしている。そんな元言い名付けの厚みが。妹をたぶらかしたクズが、ほんとなんか馬に蹴られればいいんだわ。俺の部屋で大層ご立腹であった。お前、妹がいたんだな、聞いたことねえぞ。秘密にしてたの。あんたなんかでうちの可愛い妹の存在を明かしたら何をするか分かったもんじゃないでしょ。ちょっとお姉ちゃん、すみません龍馬さん、お姉ちゃんが。慣れてるから別に。で、たぶらかしたって何？鈴鹿があんたのこと好きになっちゃったとか言ってるのよ。え？お姉ちゃん、なんで言っちゃうの？きっとあんたにたぶらかされたのに違いない。と思って、今鈴鹿を守るためについてきたってわけ。じゃなきゃあんたの顔なんて二度と見に来ないんだから。もうお姉ちゃん、私のこと助けてくれた人にそんなひどいこと言わないで。それ以上ひどいこと言ったらお姉ちゃんのこと嫌いになるよ。ごめんなさい。姉のヒエラルキーの方が下らしい。鈴鹿は俺のことを知ってたのか？はい、お姉ちゃんがツーショットの写真を自慢したりしていたので顔は。
ちょっと鈴鹿、お姉ちゃんがこいつとのツーショットを自慢するわけないでしょ。え、でもこれ私の未来の旦那様なんだ。って見込み本のろけ話を。妹をたぶらかしたクズめ、あんたなんか馬に蹴られればいいんだわ。おい、妹に当たれないからって俺に当たるなよ。とにかくもうお礼は済んだでしょ。帰るわよ鈴鹿。待ってよお姉ちゃん。もうお姉ちゃんったら、どうして龍馬さんにあんなひどいことばかり。お姉ちゃんって龍馬さんのこと嫌いになっちゃったの？そうよ、嫌いよ嫌い、あの男。それって婚約解消の件と何か関係があるの？そんなことより鈴鹿、あの男を好きになるのだけはやめておいた方がいいわ。なんでよ。だってあいつバカだし、ズボラだし、味オンチだし。味オンチ？そうよ、あいつってば、私が初めて作った下手くそでまずい弁当をうまいうまいとか言うようなやつなのよ。あれ、それいい話じゃない？それだけじゃないわ。あのバカに仕事と私どっちが大事なのって聞いたら、お前に決まってるだろって言うのよ。え、のろけ話？今のろけ話を聞かされてるのかなお姉ちゃん。ねえ、ひどい男でしょ。今の話のどこにひどい男要素あったのかな。いい鈴鹿、もう金輪際あの男に近づいたらダメ。分かった。それは嫌。私もう龍馬さんのこと好きになっちゃったんだもん。どうして？たかがチャラ男から助けてもらっただけじゃない。それだけじゃないもん。助けてもらった時、なんというか龍馬さんの横顔に思わず見惚れてしまったの。つまりこれは一目惚れなの。鈴鹿、目を覚ましなさい。あの男よりもかっこいい男はたくさんいるわ。どうしてあの銃の下くらいの男なの。龍馬さんの悪口を言わないで。龍馬さんは銃の中くらいだもん。鈴鹿のそれも悪口だと思うんだけど。妹はそもそも人気整形モデルだ。その美貌と生来の人好きされる性格で人望を集め、ドラマ出演も決まっているほどだ。そんないくらでも玉の輿を狙える妹が、どうしてよりによってあの男を。もういい。お姉ちゃんはきっと私と龍馬さんが仲良しになることに嫉妬しているんでしょ。そんなわけないし、そんなことないから、いぶかしんだ目で私を見ないで。翌日。こんにちは、龍馬さん。鈴鹿が再びやってきた。なんでも、自分のせいで停学になってしまった罪滅ぼしに、家事やら掃除やらをしに来てくれたらしい。うむ、龍馬さんのベッドの下には、エッチな本ないんですね。いつの時代の話をしているんだ。今時の男子高校生は本棚に50音順で並べてるよ。あ、本当だ。すごい。これこら、何読んでんの。女子高生が読むもんじゃねえぞ。いえ、今時の女子高生もこういう本は読むものです。なんなら普通です。むしろ読むべきなんです。マジかよ、最近の女子高生すごいな。これ、もうすぐ発売される私の写真集です。よかったら。そういえば、JK モデルだったっけ。すごいな、すごい水着だな。好きになってくれました？ならないよ。それは、やっぱりお姉ちゃんのことがまだ好きだからですか？どうだろうな、前は確かに好きだったけどさ、婚約解消されちまったからな。確か婚約解消したのって龍馬さんが他校に殴り込みに行ったからって聞きましたけど。まあ何人か病院送りにしたことが問題になってな。なんでそんなことしたんですか？単なる気晴らし。龍馬さんはそんなことで手を挙げる人じゃないことくらい
ったばかりの私でもわかりますよ。ふざけないでください。怒りますよ。もう怒ってるじゃん。別に人様に話すような美談じゃないからさ、あまり深く追求しないでくれ。わかりました。でもこれだけは聞かせてください。今もお姉ちゃんのこと、その好きなんですか？正直微妙だ。付き合い始めはさ、相手のことが好きで好きで仕方ないんだけどさ、時間が経つと相手の嫌いな部分とか見えてきてさ、別れてからもそれは変わらなくて、好きなのか嫌いなのかはっきりしないんだわ。そうなんですか。なんだか素敵ですね。そうか？はい、相手の知らない一面を知れるってとっても素敵なことだと思います。好きな部分も嫌いな部分も。だから私も龍馬さんのこともっと知りたいです。いいところも悪いところも、好きな部分も嫌いな部分も。ずっか。ちょっと待った！お姉ちゃん、どうやって入ってきた？そんなことはどうでもいい。今あんたたち何しようとしてたのよ！何をしようがお姉ちゃんには関係ないでしょ。それは、でも分かった。やっぱりお姉ちゃんまだ龍馬さんのこと好きなんだ。だから私と龍馬さんの邪魔をするんだ。はい。なんだ、そうだったのか。あんたちょっと黙ってなさい。ひどくね。こうなったらお姉ちゃん勝負よ、勝負。これから3人でデートをして、最後に龍馬さんにどっちを彼女にしたいか選んでもらうの。え？ちょっと待って鈴鹿。私は別にこんな奴のこと。マンダムよ、ほら準備してデートするよ。こうして俺たちはデートすることになった。龍馬さん、こっちこっち。はあ、なんでこんなことに。本当だよ。なんで元言い名付けとその妹とデートせにゃなら、気まずいったらありゃしない。はあ？こんな美少女二人とデートしてんのよ。自分で言うか、普通。あれ？鈴鹿はどこ行ったのよ。なんかあそこに人が集まってるけど、中心にいるの鈴鹿じゃないか。ああ、あの子人気 JK モデルだからファンに見つかったのね。助けた方がいいか。あ、鈴鹿からメールだわ。しばらく二人でデートしてて、ですって。元言い名付けと二人でデート？気まずすぎるぜ。私だって同じだっての。とはいえ、鈴鹿に逆らうと後で面倒なことになるのは目に見えていたので、俺たちは暇つぶしも兼ねて遊ぶことになったのだが、ここまでいくつかのアトラクションに乗ったが、終始お互いに無言という地獄のような時間だった。ああ、お前と遊園地デートしても何も楽しくねえな。そっくりそのままお返ししてあげる。まあ楽しくはないけど、なんか懐かしいな。そうね、前もこんな風にデートしたわね。あの時はお互い初デートで緊張してたから無言だったよな。まさかあなたまで緊張してるとは思わなくて。私はなんで無言なんだろう。もしかしたら怒ってるのかなとデート中ずっと思ってた。そうだったのか。ええ、でもデートが終わってからごめんって言ってくれたから、そうじゃないって分かったの。ねえ、言ってくれないと分かんないんだけど。何の話だよ。あんたが他校に殴り込みに行った話。あれ、私のせいなんでしょ。私、家がお金持ちだし、見た目もこんなだし、昔から他人に妬まれたり疎まれたりして、時にはハブられたり、物が盗まれるなんてよくあった。そういう人たちがさ、
私の言い名付けだったあんたにちょっかいかけないわけないんだよ。ねえ、私のせいなんでしょ？そうなんでしょ？ちげえよ。嘘つき。もう知ってるんだから。あんた、脅されてたんでしょ？私からお金を騙し取ってこいって、そう言われてたんでしょ？だからなんだよ。なんで言ってくれなかったの？言ってくれればお金くらいいくらでも。お前が気にするようなことじゃない。気にするわよ。あんたとその、何も言わないでカッコつけるところ、本当に大嫌い。嫌い嫌い。馬に蹴られて頭かち割れろ、バーカ。お前な。カッコつけて、お父さんに感動されてんじゃ世話ないわ。バーカバーカ。本当嫌い。嘘。大好き。降りないとね。そうだな。はあ、せっかくのデートだったのに、ファンの方々を巻くだけで一日が終わってしまいました。おや、なんだかお姉ちゃんと龍馬さんの様子おかしくないですか？え、別におかしくないけど。そうだな、別におかしくなんてねえぞ。その割に二人とも距離近くないですか？ちょっと離れてください。嫌だ。やっぱりお姉ちゃんまだ龍馬さんのこと。まあ二人とも。だったら龍馬さん、今この場で決めてください。え、あんたはどっちが好きなわけ？え、その後俺がどうなったかはご想像にお任せしよう。おまけ。龍馬さんって何が好きなんだろう。あいつは派手好きなところあるから、こういうのとか、あとはこういうのが好きね。何さ、自分の方が龍馬さんのこと知ってますけどアピール。なんだ、お姉ちゃんなんて知らない。龍馬さんとこういうシチュエーションいいな。ああ、あいつ鈍感だからそういうの気づかないわよ。お姉ちゃんなんか嫌い。なんで？